数になりそうだな。危ねえ。踏みそうだった。白鳥か。誰か何かやってると思ったら白鳥だった。その草おいしいんか。その草おいしいのかよ。おいしいの。その草。一生懸命食べてるけど、その草おいしいんですか。篠原？うわあ、攻めすぎだろこれ。目がかりそう。一緒。
懸命食べてるよ。そう、それ美味しいのか美味しいのかってずっと聞いてるけど、しかとしてくる。長いからさ、ぐにゃって曲がって噛んでくるんじゃん。これもう坊主確定だろ、ほぼ。あっちのがいいのかもね。めちゃくちゃプレッシャー高いよね。生半可のことじゃ食わん気がする。これ段段になってんな、これすげえ引っかかりながら泳いでいく。これはもういよいよあかんな。こういうところいそうだけどな。根掛かり回収機成功したんだよ、うん、ダメなんかこれ。すげえ、海がすごい。なんかベイトいるな。この辺なんかいるぞ。
しゃー、ポーズ逃れた、ちっちゃい小バスだ、あぶねー、ちっちゃい、三条あるなし。うわー、もう結局坊主逃れしかできねえんじゃん俺。しょぼい。うわ、と一緒に取ろう。こうやってこう引っ掛けといて。ははちっちゃい。結構でも元気よかったよ。あ、ほら。めっちゃ元気だよ。もっとでかいかと思った。キバじゃない。この護岸と天然な川底の境があるから、だいたいでも 2,3 メーターのところ、その辺引っかかるんですよ。引っ掛けに行って引っかかんないような感じでずっと釣ってたんだよね。じゃないと今日もう無理だと思って。しょぼ。でも結構楽しかった。結構遠目でかかって、こいつ元気よかったから。